めちゃくちゃに破壊され、医療制度が破壊され、社会制度が、社会保障制度が破壊され、教育が破壊され、もう何もかもが社会がめちゃくちゃなんだ。そして生まれたのは、6人に1人の子供たちが貧困の中にいる。貧困が連鎖し、これは一生涯続くような貧困としてこの目の前にある。違うんですか？女性の6人に1人が貧困の中で苦しんでいる。違うんですか？これもやったのが安倍政権だったんですよ。それだけじゃない。僕らが血を流し汗を流して作ってきた労働者の権利、労働者の基本的な3つの権利があります。団結する権利、団体交渉する権利、葬儀をする権利。この3つが全部潰されて、労働者の雇用というのは労働組合と資本家が戦っていることじゃなくて、ただ個人的な契約関係、そこで、何か買い物をすると同じような個人的な契約関係にされました。労働者の横のつながりが全部バラバラになった。そして最低限に追い込まれていく労働の中に全ての労働者が叩き込まれたんです。こうやってもう絶望を蔓延させた。その結果が1年のうちに3万人が自殺している社会です。3万人の自殺というふうに言いますけども、これは自殺ではありません。毎年毎年3万人が殺される社会が作られた。こうやって全てが最低限の権利、賃金で市場経済の中に入り込まれた。そうなった時に非正規の仲間たち、30代男性の70数パーセントが結婚ができない社会、つまり人間として当たり前の当然のことができない社会が運用された。その結果が毎年毎年100万人の労働生産人口が減っていく。この社会はもうすでに終わっています。壊れてしまっている。最強人さんが言う革命というのはそうじゃない。人間が人間として生きていくためには、なんかちょっとこっちが見直しては済まないんだ。もっと根本のところから、変えなければいけない。働く者が社会の主人公になる、こういう社会にしなければいけない。そのために根本からひっくり返そうということを訴えているんだと私は思っています。戦争の問題もそうです。一方では敵基地を叩こうとか5兆数千億円という、まあとにかく途方もない大軍拡が行われているということがあり、その一方では例えば立憲民主党などは外交努力が必要、話し合いが必要というふうに言っています。確かに話し合い必要でしょう。だけどもう一つ別な道があるということを、なんでみんな言わないのかということです。戦争をしようとしている、例えば日本の労働者とアメリカの労働者と韓国や北朝鮮の労働者が労働者同士で固く連帯をしてそれぞれの政府に戦うということです。私たちはこの11月5日この戦争の会見の危機だからこそ、日比谷野外音楽堂にアメリカの仲間たちが来ていただき、韓国から40名の仲間たちが来てもらい、そして日本からも1万名の労働者が集まって、この戦争を止めるための国際連帯を作ろう、それぞれの政府と断固戦おうということを訴えたいというふうに思います。その共に共催して戦ってくれる仲間が斉藤由馬さんです。こうした戦いを通してこの社会を変えましょう。本当にありがとうございました。杉上組の皆さん、今日もお仕事大変ご苦労様でした。それから高校生大学生の皆さん、一日勉強ご苦労様でした。それから日本の社会を担う新しい命を育てて、この社会を担った高齢者の皆さん、ご苦労様でした。この社会はみんなが力を合わせて社会として成立しています。誰一人として
疑ってはいません。しかしその皆さんの一人一人が手をつないで助け合って一つになってこの世の中と不正と戦うことを恐れている人たちがいる。皆さんも知っている安倍総理、あるいは彼と一緒に意見を挟み切っている政治家の連中、皆さんは毎日毎日一生懸命働いて、今の青年たちは一生懸命勉強して大学を出てもまともな仕事がない、ちょっと引きずれば被災者しかない。若いのにこれから自分たちがどういう人生を作っていくのか、結婚していくのか、そういうことも描けない。今の青年の人たちは一つだけの仕事で働いていけない。一生懸命仕事してもお前には技量がないだろ、能力がないだろ、散々なことを言われて二つも三つも仕事をしてようやく生きている。皆さん、そういう社会をおかしくありませんか。そしてアベノミクスとか言って景気が上向いているんだなんてことを言って、実際に真面目に働いている人たちは生きることもできない。おかしくありませんか皆さん。こういう世の中おかしいですよね。斉藤生馬全額委員長、斉藤生馬候補はいつも言っている、この世の中は皆さんのように毎日働いている人たちによって成り立っているんです。働いて働いてこの世界に貢献したお年寄りの人たち、その人たちが大事にされることでこの社会は成り立っているんです。生まれつきした子供たちの命は誰一人として無駄な命はない、大事にされて育っていくのが当たり前の人間社会じゃないですか皆さん。その子供たちの命が大事にされない、私は JR の労働組合の副委員長です。私は今皆さんの記憶にある2011年3月11日東北大震災、そしてあの福島第一原発の事故と、この事故を徹底的に考えして戦っています常磐線の労働組合です。皆さん、原発の安全だとかただただ金儲けのために、電気料金で儲けるために、あるいは日本を核武装させて戦争をやるために原発を進めてきたのは誰なのか。政府自民党であり安倍政権であり、それから崩壊の淵にある民進党じゃないですか。日本の政治家全部がこの原発と絶対反対で戦うんじゃなくて容認してる。この原発事故が爆発したら今度は子供たちに対する影響があるかないかってことを未だに言ってる連中だ。一体子供たちの命は何だと思ってるのか。皆さん聞いてください。福島第一原発事故は何らの事故も収束していません。安倍首相の言ったことを思い出してください。福島第一原発アンダーコントロールされていると言いませんでしたか。管理がいいやから安全だと言いませんでしたか。第一原発の事故は何もあっていません。臨界を迎えた核燃料は手つかずのまま燃料デビリティも難しいことで言いますけども、このデブリを取り出せるというふうに頭が言ったんです。2020年オリンピックまでに取り出すと言ったんです。だけど未だに何もできないんですよ。もう2020年までいろんなところが無理だって言ってる。どこまで取ってるんですか。未だに福島第一原発では放射能が漏れ続けてるんです。今も上がらないんですよ。今避難してる福島の人たちの保証を切って福島に帰れ、子供たちに被爆を強制しろ、政府の保証はもうしないから自分たちの責任なんだ、そう言ってるんですよ。一体福島の人たちの命、子供の命、
しもいたしても人気はないけれど、自民党は三百主義とるって言ったの。憲法を変えて戦争をやる、そう言ってる連中が三分の二を取ろうとしてる。皆さん、やつらは自分たちの金のために何をするか分かりますか。皆さん、憲法を変えて労働者の子供たち、貧乏な人たちの子供たちを戦争に取ろうって言うんだ。放射能で殺し、戦争で殺し、そしてね、仕事で殺すんだよ。どこまでも国使って絞り取って自分たちの刺激を目先に入れるだけ、それほどが日本の政治家だね。皆さん、斉藤幸男は法政大学で大学の授業を受けて、自由のために大学の中で戦争に反対する、原発に反対をする、当たり前のこと言ったの。当たり前のこと言ったのね。大学からね、退学者を受けたの。大学の先生たちはね、彼を助けるんじゃなくて、自分たちもサラリーマンだから悪いけどな、退学してもしょうがないんだ、そう言ったの。先生ってのは子供たち守るために言うんじゃないのか。そこがおかしいじゃないか。大学の先生も政治家もこの命を張ってね、子供たちがね、教え子たちを守りね、自分たちが命をかけて存在をかけて戦うことで子供たちに大切なことを伝えてるんじゃないのかい。この世の中根本から間違えることはないか。斉藤君のように自分の信念、戦争で子供たちを殺すようなことや、被爆で子供たちを殺すようなことや、あるいはね、当たり前に仕事をしてるのにね、どうして殺されるようなことをね、絶対許さないというふうに言って戦ってる人々はね、本当の私たちの仲間なんじゃないですか。本当の私たちの代表なんじゃないですか。皆さん、私はそう思う。皆さん、今度の衆議院選挙、自民党が300だとか100だとか言ってる、だけどね、皆さんの気持ち違うでしょ。選挙なんか最後までわからないんだ。あと2日間、斉藤幸男君と一緒にこれまでは当たり前じゃできた労働者が働いても生きていけない、そんな社会もね、無理ぶっ壊したんだよ。おめえ、この市場の人もね、斉藤幸男君と一緒にね、私はこの生き下げた社会、許しがない社会、一緒に徹底的にぶっ壊したのに出会うものを組み合いとして戻っていただきます。皆さん、斉藤君の仲間になってください。私たちの力がないんじゃない、私たちは今回ここにいる斉藤幸男君、断固して戦う決断をいたしました。なぜ斉藤幸男君なのか。第一に、岸原の宗を倒すことができるのはこの斉藤幸男君を置いて他にないからです。皆さん、選挙のたびに出る政党が違っているような国会議員が100人いても200人いても、岸原の宗自民党なんか倒すことはできない。だけども斉藤幸男君は自分の政治的信念1ミリたりとも曲げるような人間ではありません。彼は全学院委員長として法政大学で1枚のビラすら巻くことができないような、こういう大学のあり方に